こんにちは、サポリナルの鈴木重子です。今日は僕の音作りを1から10まで、ご紹介したいと思っております。ほんまはね、ギグスとかギターマガとかそういうのに乗るまでこう秘密にしとこうかなってずっと思ってたんですけど、もうこのご時世なんでね、公開しちゃいます。浅い拍手。じゃあ、まずアンプからいきましょうかね。いきます。モーガンアンプっていうアメリカの、なんていうんですかね、ちょっとマニアックめなメーカーで日本では流通してないらしくて、でそれをこう知り合いから譲ってもらったみたいな感じなんですけど、系統的にはボックスの AC30 とかそっちに近いアンプになってまして、で機種はモーガン30/800っていうよくわからん感じなんですけど、要するに30と800を、30モードと800モードっていうのがあって、30がそのボックス寄りの音が出ますよね。800にするとバーセロの ZCM800 みたいな寄りの音になりますよみたいなことらしいんですけど、どっちにしろでもやっぱボックスっぽい音で、800にすると歪みますね。つまみ的にはボリュームカット、ベース、ミドル、トレブル、ゲインで普通なんですけど、まあ、カットがこんな詳しく言う？その、まあ、EQ はベース、ミドル、トレブルの EQ おまけ程度で、カットでほぼほぼのその、なんですかね、カットをこう弱めていくとモコモコになるみたいな、でカットを全開にした時でこう普通めの音みたいな感じですかね。こんな分かりやすいつまみの聞き具合の説明なくね。分かりやすい。分かりやすいでしょ。棒読み。で、まあ、そんな感じのアンプになってますね。で、次どうしようかな。ボードかな。待望の。待望なんかな。チラ見せというか、ちょこちょこ SNS とかで写真が載ったりすることあるんですけど、解説したことはないですね。で、まずこの1個目、これ、この青いやつ、エヴァレンシっていうところのやつなんですけど、ちょっと僕も難しくてよくわかんないんですけど、位相を切り替えるスイッチと、あとインピーダンスをなんかええ感じにするつまみがついてて、で、その位相っていうのが、音って空気の振動じゃないですか、要するにね。空気の振動なんですけど、例えば音がこう出ましたっていう時に、音が出てる方と反対の方はその全く逆の波が起こってるんですよ。でこれでね、よく例えられるのが、キックとかドラムのね、このキックの太鼓がパンって鳴らした時に、ドラムの前に聞こえてる音とこのドラマーが聞いてるこの音は波的には逆の波なんですよ。そう。知らんかった。で、これがまあいろんな角度があって、ほんまにこの180度違うのか、179度なんかによるんですけど、このほんまに180度ぴったり逆の波を同時に再生すると無音になるんですよ。逆の波やから。例えば、前に出てる音がこう出てるときに、波やからこうやね。その波形って言うやん。この音取ったりした時のこのバーってやつを拡大したのが全部こうなってる、ね、で、これの波とほんま真逆の波、これ同時に再生するともうになるっていう。打ち消すってことで、これが利用されてるのがノイズキャンセリングイヤホンとか、あれは要するに街の雑踏をマイクで拾って、それを逆の位相にして同時に再生してるのよ。だから自分の耳に聞こえてる街の雑踏が消えちゃうわけ。そうとか、高速道路のこれ機材解説。高速道路のなんていうの、
この立ってるやん、壁みたいな横に立ってるとこあるやん、壁がこう道路があってここにさ、あうん、バン、なんていうの、白い壁というか、はい、板みたいな、筒みたいな、筒というか、あるやん、あれもそれで、車の音うっさいから、車の音と逆の、逆走の音ぶつけて、近隣の迷惑にならんようにしてるっていう、まあ、そんな風に、その、いそうっていうのがあって、で、まあ、デジタル機器なんで、このいろんなものを通して、ピックアップだったり、エフェクターだったりアンプだったりいろんなものを通して結果的にこっから出てくる音がそもそも本来後ろから出てるはずの逆走の音が出てる場合があるんですよね。でそうなってくるとアンサンブルになった時に埋もれてしまったりとかするんで最終的にこっから出る音を清掃にするようにここで切り替えができますよっていうものになってますね。このスイッチ音大きい時に抜けへんとかっていうのはその位相が問題やったりする、うん、そうそうそう、なんかな、音量上げてるのに音が、あ、歪ますと分かりやすいかも、うん、今この清掃の状態で一応出てる状態で、ここでで、これ逆にすると歪みの乗り方が一番変わってきます。今清掃で戻す今やとこう歪ました時特にこうブーストすると音が前にドンってこうポンっていくけど逆やったらギャーみたいなこう後ろにこうギャーみたいな完全に変わらん。あほら今の時点でそらなんかちょっとほらほらギャーみたいなこうへんそういうことっすわ。迫力ありそうな感じ、うん、迫力ありそうな感じ、うん、逆が悪いことではなくて、うん、その逆やったら逆で混沌とする感じがしてそれはそれで音楽的には面白かったりするんでやっぱ自分で分かってコントロールするっていうのがいいんじゃないですかね。カオスティックですね、うん、で、まあ、インピーダンスちょっと僕もよく分かってないんでこれとりあえず今こんくらいそのまあいろいろ試した結果これぐらいが一番ツヤがあっていいかなっていうバランスなんでここにしてるんですけど、ゼロにするとこれマックスする、マックスまでいくとちょっと太くなりすぎるみたいな、何が起こってるのか謎ですね。で次がこのチューナーですね。チューナーはでもいいか、そこになる曲は半音下げ、あ、半音下げです。今更やけど解説動画で毎回言うの忘れる。そう、解説で当たり前のようにいいとか言ってるけど半音下げだからちゃうかな、もはやいいではない。お手頃な価格帯の中ではポリチューンが一番精度が良くて好きです。でポリチューンが僕一番好きなんですけど、そのやっぱりなんだかんだ言うてもチューナーごとで結構音程違ってたりするんで、バンド内では同じチューナーを使った方が絶対いいと思いますね。うん、いやちゃうよやっぱあの結構こうこれ合うみたいなチューナーもあったりとかなかったりとかするから、せめて揃えたらまあ音痴にはならんというか、ね、気持ち悪くはならんから揃えていきましょう。で次 BD2 ですね。これもノーマルな BD2 じゃなくてソウルパワーっていう個人の方がやってあるモデファイ屋さんみたいなところでモデファイしてもらったんですけど、いろいろ機能がついてて、まあ、これはローファートスイッチと、ハイが出る感じのスイッチとはその右側のやつ、まあ、そうですね、とあとブースターがついてて、あとクリーミックスがついてます。クリーミックスっていうのはあのそのサイド側にあるつまみやの1個折れてる、その今指さしてるのが、クリーンをどれだけミックスするかで、その次にあるやつがクリーン、そのクリーンのトーンをどうするかっていうつまみで、
でもその最後が折れてないんやけど、それブースターの原因ですわ。どういう、今どうなってるんですか。分からへん、折れたから。いや使わへんからええねんけど。ええやそれ、全く使わへん。オフにもできるんや。あ、オンオフはその普通のオンオフはこのここでやるけど、ブースターはここやねん。あー、なるほど。まあだからブースターの LED も壊れてるから、そんな音は変わるけど、あの使うこともないから、俺とっても問題ないかなと思って使い続けとったんですけど、ジャックが多分バカになっちゃって、このシールドが今そのオーブってところで全部揃えてるんですけど、オーブのやつが刺さらんくなっちゃって、今親指の違うやつを刺してます。ちなみに新しい BE2 はもう注文したんで、もうちょっとでこの折れてないやつに変わるはずです。でちなみにかけっぱなしで基本ちょっとクランチぐらいにしてます。これぐらいですか、コード弾くと。シビアになりすぎるんで、やっぱクランチぐらいにしてクリーンなフレーズを弾きます。ぐらいの泉の量でやってますね。順番的にはこのファズーかな、次ギーのやつ。名前とかもちょっと覚えてないですけど。あかんやん。その時思想して一番良かったやつを買ったんだね。これあれ一線のレコーディング前に買ったやつで、あの定年のギターソロとか、あうんとか、なんかノイジーなこうギターソロとかで使うようにファズが欲しいなと思って買った感じですね。ストーションですね。これも、こんな感じになってて、基本的に5、6弦の単音とか弾くときに使うぐらいですね。あんま使わないですね。メインの歪みがこのオーディス3です、ね。クリーンじゃないときはまあこれがかかってると思ってもいいぐらい。ただ単音を弾くにはちょっと原因が足りないので、単音弾くときはこのディストーションを使ったりとかしますね。この OD3 もソウルパワーのモデファイになってます。こう音がハイファイな感じになったんかな。出して10年ぐらい前なんで覚えてる。10年前やばない。10年さ、俺ほぼボード変わってんねんで。へー、すげえ。変わったん多分な、このな、これとルーパーとこのこいつとエヴァ電子とか、メインはでも10年ぐらい、高校生のコピー版の頃から変わってないですね。だから、まあ、言うたらあれですわ、 TK モッドってやつです。あのソウルパワーの商品名で TK モッドって書いてあるんで、もそうです、もうすなわちそうですね。で、まあ、この OD3 だけではまあハウらない、このディストーションだけでもハウらないで、この2つ踏んだらハウるっていうバランスにしてます。で、体感的にはこの音量の対比がこのグランチの両端で 0.8 で、オーディスリーをつけて1で、このディストーションで 1.1 か2ぐらいで、このディストーションの原因を保ったまま1ぐらいの音量に落とし上がったら、これを
上げずにゲインだけ上げることができます。OD3 の音量になるんで、ディストーションはこの リーザなんたらなんたらっていうやつなんですけど名前が曖昧っていう一番肝心なとこやな。そうそうハードオフで買いますね。そうそうで、まあ、これで聞くにはちょっと音がでかすぎて、そのバンドのアンサンブル的にはそんなにかなっていう時はもうこれとこれを2つ振るめちゃくちゃノイジーになるんで、こうこういうフレーズとかがカオスになっていい時とかありますよ。みたいな、そんな感じですね。で次がブースターですわ、OCD。みんな大好き。うん。よく見る。よく見る。とにかく音がでかいからいいですね。で、まあこれはまあブースターなんですけど、体感的には、これがさっき音量1って言ったじゃないですか。これ1に対して2ぐらい欲しいんですよ。で、これもできるだけ歪まして、まあ、2ぐらい出るようにしたらいいんですけど、ポイントなんか僕あのルーパーを使うじゃないですか。ルーパーゲールーパーゲー、ギターソロ弾くときに裏で実はサビとかで録音したコードを流してるんですよね。だからこういうのを曲中とかで録音しておいてギターソロに入るんですね。このコードが流れてる状態でこのコードの1の音に対して2の音量で OCD のギターソロが入ってほしいんですよ。これが仮にブースター踏まないと1-1 やったら、そう、こうなっちゃうんですよ。で、難しいのが、これね、あの、ブースターの音量上げすぎると、ルーパーがちっちゃくなっちゃうんですよ。ちっちゃくなっちゃうんですよ。そのアンプの出せる最大音量というのが決まってて、でこの最大音量の中でこのコードの1と OCD の2を収めないといけなくて、でこっからはみ出ちゃうと、はみ出た分ルーパーがちっちゃくなっちゃうんですよ。わかる？言うてることでその範疇で収めつつ最大のこのアンプの出せる音量の最大を目いっぱい使えるような音量バランスにしないとダメなんですよね。これがめちゃめちゃ難しい。多分世界で俺だけの悩みやな。マジで。超こだわりポイント。うん。ここにこだわりポイントやな。俺しかやってない。やってる意味そんなにあるのかわからんけど、俺しかやってない。大体動機使うし。流しゃいいからな、言うたら。でも流したらロマンないからね。ルーパー使ってギターソロを弾いてみると。あるとないで、まあ大違いなんで、ビバンするときはぜひともね使ってほしいです。で次がラインセレクター。